ガイドはもうディープインパクトよりも、まあ、あの馬格を見ますとかなり大きな馬でして、初年度から150を超える成績を上げまして、毎年のように150前後、今年も、今日現在120頭を超える120頭弱ですね、繁殖牝馬を集めております。まあ、父は、まあ、サンデーサイレンスで、お母さんがウィンドインヘアということでですね、まあ、ディープと同じ競技構成の中心です。KM 稲妻という馬が、2歳戦の重賞を勝ちまして、そして、今年3代のマイネルフロストが毎日杯を勝った後、残念ながら皐月賞では大敗を喫しまして、人気を下げていたんですが、私も皐月賞は馬券を勝ってたんですけれども、ダービーの時にはちょっと信じきれない皐月賞で12倍ですからね。服部さんのサスペンスクイーンがおりまして、やっぱりこのような色をしておりました。ああ、そうですか。はい。